いいですよ、はい。じゃあ、マツコさん、生年月日言ってください。首、肩、腰、あ、それすぐ治ります。マツコさんがこのどこかにいるんですね。これがわかんないと、やりようがない、まあやりようがない、デタラメでもいいんだけど、それじゃあしょうがないでしょ。まずあなたがここのどこにいるか、多分これだろう、これだな、これかな、金星かもしれない。生年月日すぐ書いて、1900何年の何月何日。そうするとこのマツコさんがこの5行の中のどこの色だっていうのは、そこから入ればすぐです。例えばここだろうなって、それでデタラメやってもしょうがないから、このどっかにいますから、生年月日嫌なら言わなくてもいいです。その代わりこっちの勘で憶測してやるから、当たるか当たらないかそれは分かんない。この五行の創世創国に基づいてやってるから、これ占いじゃないです。占いの占いとして見るんだったら他言ってください。これは体を治す基本原理から入っていますから、これが分からないとできないんです。占いと違います。がこっちは学問的なことです。五行の相対性に基づいてやってるから、生年月日が分かんないと、ほら、あなたがどこにいるか分かんないんですよ。でたらめこれでしょうこれでしょうじゃしょうがないから、はい、分かりました。ね、1977年12月、あ、平成生まれですね。77年1900、何歳、5、あ、分かりました。あなたはこれです。5度星、書いておかないと忘れちゃうからね。5度星、何歳だっけ、1977年5度星77年だよね、確か。あ、74月、はい、5度星、運歳です。はい、いいですよ、はい。ここそうするとね、あなたの親星が赤、子星が白だから、あなたは黄色いカーデーガンを着て、体の真ん中を黄色にして、ズボンは白、あのスカートは白で、頭に赤いものをつけるといいですね。はいはい、だから あの赤いイヤリングでもいいです。でこれが揃うと正常に体が動きます。であなたは土星だよね。豪土星っていうのはちょっとこう意地っ張りなとこないかな、多分あるでしょう。豪土星は黄色ですね。今着ている服、何ですか、服装は。これが揃ってるかな。例えば木星、緑色と黒をあなたが着てると、これは逆刻、これは双刻で行くから、首が痛い、肩が痛い、腰が痛いっていうのはあり得る。であなたは足が冷えてます。で土星の方は胃があんまり丈夫じゃない。僕は八白土星なんですよね。どうしても神経質で胃が悪い。呼吸器系に疾患はありませんか。これをこうこするでしょ、いいかい。マツコさんどうかな、ほら。これこうやるとどうですか、これ金星。ここの実が収まりますよ、これ。顔がほてってるでしょ、あなた、今。どうかな、ほら、ここをこうすると。呼吸が楽。それでここに来る。金星のこぼしに来て。これやるとあなたの冷えが治る。ほら、足があったかくなってきたでしょ。右足、左足。首、肩、腰。腰なんて特にこうやってると、ほら。どうですか、マツコさん。すごく楽じゃない。いや、別にいいんですよ。自分の主観だから。楽にならなきゃならないって言ってくれりゃいいんです。そうすると次のステップにどんどん上がれるから。どうかな、ほら。マツコさん、ほら。首、肩、腰、なんか変化あるかな、なんかあるでしょ。足があったかいでしょ、ほら。今、ああ、よかったね。マツコさん、素直なんだね。これね、素直じゃないとダメなんですよ。逆らうと逆効果になって、どんどん悪くなるから。素直に聞いて、自分の思ったことを言ってくれればいいの。
ね、何もかっこつけてやらない。首がまだ、ああ、いいです、いいです。それ、じっくり治ります。意外大丈夫か、心配じゃなくていいから、全然ほら、別にほら、どうこうなるわけじゃないから。意外はい、ギオマスコさん、はい、ここへ来た。これは肝臓のツボですよね。木、木。肝は目に宿るって。ここやるとね、マツコさんの目がこう横に広がる、縦に広がる、こう回す水晶体が綺麗になる。ほーら、どうかなマツコさん。見えがちょっと違ってきたでしょ、ほら。なんとなく、なんとなくでいいですよ。なんとなくよく見えると。ほら、マツコさんどうですか、ここのとこで、ほーら。どうかなほら。なんかいいよってならないマツコさん。こんにちは。はいはい。なんだっけ、また名前忘れたんじゃないけど、まあ、いいや、まあいいや。気持ち楽でしょう、ほーら、楽でしょう。さあマツコさん、こっからが、あ、ねね、ねねさん、ごめんなさい、なんでねねさんの名前覚えられないんだ。ねねさん、ななさんって言っちゃうんだよね、これどうしても。いいかな、ねねさんごめんなさいね。あれ、どっか行っちゃった。あれマツコさん、ほら、はい、こう気持ち楽でしょう、マツコさん、ほら、目が楽でしょ。吉井さん、こんにちは。はい。今、ちょっと待ってね。ねねじゃねえや。マツコさん。ほら、どうした気持ちいいでしょ、ほら。さあ、ここでマツコさんに質問です。ここに行くか、ここに行くか。どっちでもいいですよ、これ。自分の好きな方に行ってください。こっちか、どっちでも構わないです。それに対して対処できますから。はい、どうぞ行ってください。マツコさん、どっち行きたいかな、こっちか、こっち、火星か土星、どちらがいいかな。今気持ちがいいでしょ、気持ちがいいっていうことはどっちかに行けるわけです。必ずどっちかに行ってください。いいですよ、別にほら行ったからどうってことないです。どっちでもいいです。マツコさん、あ、日に、あなた何でもねえや。もうこれで治っちゃった、ほら。ほら、今どうですか、首、肩、腰、ほら。どう、ほーら、マツコさん。ほらほら。蚊に刺された、蚊が寄ってくんだ、マツコさん。あんまり美味しいから、あなたが。ほら、体の実がなくなってきた、ほら。どうかな、マツコさん。ほら、調子いいでしょ、今。体が楽でしょ。首、肩、腰。腰まで痛いかな、痛くても大丈夫。いいかな、はい、土星に戻ってきた、マツコさん。ほら、最高だ、ほら。どうかな、ほら。胃の調子もいいでしょう。体全体がいいでしょう。眠くなってきます。ああ、もう免疫上がっちゃった、バンバン。最高潮。でもね、マツコさんね、これで終わりじゃないんですよ。入ったエネルギーを、今度シャーしなきゃいけないね。飯食って、うんこ垂れんと同じに、ね、必ずエネルギー消化しなきゃいけない。それ消化しないと、この火星がどんどん自立しちゃう。そうすると、首、腰、肩、いろんなとこ痛くなってくるね。だからここでシャー、総国っていうのやろ。一回行くよ。はい、水星に来た。はい、火星に行った。ほら、金星に降りた。はい、木星に行きます。おい、どんどん眠くなる。ほーら、マツコさん、今どうでしょうか。体が一番調子が良くて、どんどん眠くなってくる。ほら、どうかな、はい。マツコさん、どうかな、今どうですか。これで、マツコさんの五行の流れが正常になったんだよね。これを維持しなきゃいけないの。これをこのまま見て、これで終わっちゃうとまた狂ってくるから、その維持をするの、わかるわからない、教えてほしい、どっち、はい、言ってください。維持なんてもういいわ。今が気持ちいいからそれでいい。いや、これずっと永遠にこれをこのままでいたいと。どっちがいいですか、言ってください、はい、マツコさん。どっちでもいいですよ、あなたの好きだから。あれ、反映されないかな、また誰かが邪魔してるかな。
はい、マツコさん、寝ちゃダメよ。よくなりたい。はい、じゃあ教えてあげるね。じゃあね、いいかい？マツコさん、これ黒、黒、黒なら何でもいい。形じゃないから。布でも、マウスでも、携帯でも何でもいいです。黒いものを、いいですか？白い花紙。使ったんじゃダメよ。べちょべちょじゃ。ね、使わない花紙で、右に回す。左に回しちゃダメよ、これ。ほら、マツコさん、ほら、左に回すとどう？ほら。なんか調子悪くなってくるね。右です、ほら。右になるとほら。なんか調子良くなってくるね。これ不思議ですよね。マウスクリクリ。これをね、今から、まあ、1時間やらなくていいや。30分でいいや。30分やってくれないかな？待ってるから。30分やると確かに調子いいでしょう。わかるわかる。言ってることは。これでいいから。ね、たったこれを30分やってください。そうすれば、マツコさんは、永遠とは言えねえけど、ほとんど病気はしません。わかりました？やるんだよ、これ。やんないと知らないよ、あとは。あとは私は知りません。これやってくれた人にはもう全面的にフォローしてあげる。ね、どこまでも求めること全部ほら、可能にしますから。わかりました？やんなきゃダメよ。やんなかったら私知らないよ、もう。マジっすか？マジ。やんなかったら知らないよ、の。私は知りません。やってくれたら、フォローどんどんいたします。だってこれやるとね、フォローしなくていいぐらいになっちゃうの。マツコさんが、もうこれやってれば、誰もいらないわってなっちゃうの。もう整体院、接骨院なんて言わなくたって、腰も痛くねえ、ケツも痛くねえ。やります。オッケー、頑張ってやってね。はい、おしまい。はい、いいですか？終わりです。オッケー。30分コシコシ。あ、そういうこと。あ、その前にちょっといいかい？マツコさんいいか？木入れてみようか、ほら。ドアッ！左の肩から、ブワーッと入る。ぐんぐん入る。どうかな？左の肩から入る。右の足に降りる。スーッと降りる。はい、右の腰が楽になる。スッと。はい、マツコさんどうかな？左の肩から波動がぐーっと入る。お腹を通って、右の足にスーッと抜ける。かかとからシュッと出る。はい、そうするとビリビリしてる。それが終わると、体があったかく腰がなんともない。どうかな、マツコさん。これわかるかな？わかんなかったら、30分コシコシやるとこれがわかります。どうかな？今。はい。右の腰が楽でしょう。ほら。どうかな？マツコさん、ほら。わかんない？わかんないのは、30分こちょこちょやるとわかる。やってみてください。はい。じゃあ、左もやっとくね。はい。右の肩からシコンと入る気が。はい、入った。左の足にスーッと降りていく。はい。はい、はい、はい、はい。どんどん降りていく左の足にスー。左の腰が楽になる。ほーら。はい、頑張ってコシコシ黒のマウスをしてください。はい、おしまい。はい、次の方どうぞ。よっ。